おはようございます。おはようございます。まずは、こう岡松美智子の、枕上の、お勤めに、ご参集いただきまして誠にありがとうございます。多分皆さんにお知らせが行ってからまだ2時間ぐらいのお話だと思うんですけども、こんなに集まっていただけて大変、もしとしても感謝いたしております。で、特にね、商談の方にはまあなんというかこういうとあれなんですけど、東大元暮らしというか当たり前すぎてて、それが当たり前だと思われている方多いと思うんですが、私はこういろんな白地区 の、 方をたくさん、枕上もですけれども、お通夜葬儀お詰めさせていただいての経験上ですけれども、そもそも枕上というのは、亡くなられてまず一番に、枕元で、お聞かせ個人にお聞かせするお経であって、せいぜい枕上をやったとしてもですね、大半のお家は最後を見とったような近い方がもうそこをパジャマの姿とかジャージ姿とかで数人集まられているっていうのが普通の枕上の風景です。ただ商談においてはこうやって、朝一でお知らせが行くと、村中の方が一軒一人、集合してくださる、そういった文化はここら辺では商談だけですね。で本当にもうほとんど家族葬という、になっている中で、大変いいことだなというふうに私は思ってるんですけれども、いざ自分ちがそうやってお参りしていただく立場になって、非常に心に染みるというか、大変ありがたいなという思いでおります。また総代さんの皆様にも大変お忙しい中、急なお知らせにもかかわらずお集まりいただきまして、お忙しいところありがとうございます。簡単ではありますが、これからその枕上の方をさせていただきますが、私は喪主という立場であり、若松美智子の孫、身内ですのでが、親族外のこういった一般参列の方がおられる前で、お勧めするのもちょっと変だなというかなことだと思いまして、急遽私はあくまでその、同志様のお経について一緒に拝ませていただくという立場でございますので、皆さん、ぜひ美智子の耳に届くようにお換気の時には大きな声でいつもの相談の枕上の雰囲気ですね、作り出していただいたと思います。よろしくお願いいたします。Yeah.
はじめ創業探索でなる創案理不要的出版名楽は万華当時創現上は祝福地方は祝福創意金庫数法三馬笠勘地裁法三馬笠強行僧三馬笠金庫で法三馬文殊師事三馬笠最悪神殿の利法三馬笠強行僧三馬笠最悪魔法三馬笠養生指導大法健康
ルティロンセイキンコシュジャクユベシリシュシドクショウセイカイサンカイセイユセイルダクシュイショウズシショウルショウセイトモテシキンコシュタイヨサヨショウンリシコチコサンセイン가렌디소지도인비호시리가스렌즈콘리소제스인콘자세시세시보석시세리시르시렛마한가키호렌지로시가치소티소유이세가이세I'm gonna make it.
Thank you.
Om Namo
しておりませんが、一応明日18時がお通夜式、で明後日の、12時半開式で、14時出棺、いずれもこのお寺町日時で執り行う予定です。で、家族葬ではなく、一般葬の予定です。まあ、お時間許される方はもうね、私もそういう一般層の時代も知っておりますんで、経験あるんで分かりますけれども、村中の地域の付き合いで、誰々さん、みんないとんのに、私が行かんと悪いとか、もう、本当にいいですから、もうそういう存続なしに、来れる方は、来れる方が来ていただければ、それでも全然結構ですし。行きたいけど行けんかったというのもそうお気持ちは十分私ども日子も含めて伝わっておりますので気にせずに迎えていただければと思います。どうもありがとうございました。さやかでありますけども、せっかくお越しいただきましたのでお茶菓子等々ちょっとだけお茶だけかちょっとまだちょっと用意できてないものなので。そうですね。